女子の準々決勝、まずは平野美宇対張本美和の一戦です。前回対戦した時は初対戦で張本美和が勝ったんですが、水谷さん、はい、今回は第1ゲームから平野がですね、しっかりと対策してきたというところを存分に発揮しました。強かったですね、はい、本当に隙が全く見当たらなかったです、それぐらい両ハンドとも平野選手のプレーが光りました、はい、今急成長中の大注目の張本にこれだけ点を取らせないということに結構他の選手も驚いてましたね、はい、ただやはり戦術ですよね、はい、この平野が良かったところ戦術がもう本当に良くてですね、張本がやはりまだ若くてこう経験もないですから苦手な部分が結構あったようなふうに感じましたね、国際大会で世界ランク1位に勝った平野、その勢いを今大会も見せています。